してるまで、まだもう時間がなくなったのでアンケートはこのぐらいにしまして、はい、さあそれでは寺門ジモンさん、どこだジモンさん、ファーストプレゼン開始。はい、なんだろうな、本当に美味しいもんってみんなバラバラだと思うんですよ。私にとってこれ美味しいけど、あなたにとって美味しくないって。でいろんなもの食べられて、僕が考えた一つがあって、美味しいものってみんなで楽しくワイワイとっていう、なんかこう、それはどんなジャンルを超えてみんなが美味しいと思えるものだと思ってるんですよ。今日紹介する店はそれがすごいある店なんです。へえ、はい、なぜかといったら5人以上の友達がいないと予約できない。え、はい、生徒は友達や仲間がいなかったら予約できないんです。そういうので食べれるもんじゃ屋さんです。もんじゃ屋さんなんだけど、コース料理のようにロールが出てくる、予約でいっぱい全然取れないっていう店なんですけど、まあ、出てくる肉料理がこれがすごい。僕世界中の肉を食べてるんですけど、肉をこう食べたらいいって答えがそのようにあるんですよ。鉄板の上にいきなり 800g のリブロースがドーンと出てきます。それは肉のエアーズロックって言われるぐらい、肉のエアーズロック。焼いてる間にその肉の旨味で肉が焼かれていく。周りはカリ、中じわ。それをずっとじっくり焼いてって、それを口の中に入れるんです。周りカリ、中じわなんですけど、口の肉汁がうわー、肉汁と旨味でうわーってなって、もうその肉食べたらもうガッ、電気走ってます。うわっ、電気が走るほどうまい肉。その肉料理を食べた後にもう一つ、メンチカツ。これね、はい、僕が食べた人生で一番のメンチカツと僕相当食べてるんです。何万メンチカツ食べました僕、いろんなお店 でこのメンチカツに超えられないんです。はい、なぜかといったら、もんじゃ屋さんじゃないとできないメンチカツが出てくるんです。まず、ね、キャベツの千切りをして土手を作るんです。よくもんじゃ屋さんは土手を作って、で汁を中に入れるって食べ方ありますよね。キャベツで土手を作って、それでその真ん中に大きなメンチカツをポンと置いて、それでそのメンチカツをパンって切ると、そのメンチカツから肉汁がデュア、肉汁のナイアガラって僕は言ったんですよ。ジュワー、肉汁のナイアガラ。この店で僕が通い続けて昔から知ってるから、もう絶対僕と一緒に行かなかったら出ない料理なんです。まあ誰が食べてもこれはちょっと困っちゃうっていう、これはもうでもあえて言いません、すごすぎるから。言ってしまうとちょっとうわっと思うぐらいすごいんですけど、そういう裏メニューが1個出てきます。わあ、これはもう半端ないです。ジモンだけの裏メニュー、その正体はゲストに選ばれた時明らかに。それちょっとだけヒントないですか。タンって好きですか。牛タン、はい、牛タン系です。答えじゃないですよ。答えじゃないですよ。さあ、そろそろジモンさん持ち時間がなくなりました。違う、はい、なんか俺の短くないかい。そんなことないですよ。そうですか。白トリュフから入ってますから大丈夫です。さあ、いよいよ最後になりました。あ、そうだ、大月敦さんです。超一流の店を紹介するグルメ雑誌東京カレンダー、有名グルメ雑誌を代表して負けるわけにはいかない。絶対に女性、嫌いな女性はいないと。政財界のトップから海外の VIP まで全ての人をもてなしするような。編集長が選んだ最高の店とは。旅好き100回記念見てもらうやろ。世界の裏で発見、こんなところに日本人、3時間スペシャル。フィリピン、ジャングルの奥地に。もともと東京大学に入って、エリートの道を捨て、なぜ。今夜7時。癖になる 50%。 いや、多いで、これは多いでしょ。申し訳ありません。
16。空気であなたを守る。イオンを飛ばすか、吸い込んで分解するか。空気清浄機選びに結論、ダイキンのダブル方式アクティブプラズマイオン。空気中に飛ばす、さらに吸い込んでストリーまで分解。選ぶならダブル方式ダイキン。簡単につながれる時代とか言うけれど、ちゃんちゃらおかしいわけです。そろそろ好きな服着て自分の足で。新しいロペピクニック、ただいま塩麹中。液体シャーサージつけちゃう。さらっとかけてもみもみするだけ。めちゃうまさづけ。もみ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 しただけ。塩麹なら花丸き。パチンコ&スロットスタジアムグループ。スタジアム2001オンガ店、本日10時オープン。スタジアム2001。はい、皆さん、こんな痛みのある人はいませんか？ビリビリ、ジンジン、チクチクする痛みや、しびれるような痛み、電気が走るような痛み、それは神経の痛み、神経障害性疼痛かもしれません。神経障害性疼痛は神経が異常に興奮して起こる痛み、我慢を続けると慢性化する恐れも。でも皆さん、神経の痛みには新しい治療法があるんです。新しい治療法があるんです。お医者さんへ行きましょう。やっぱ無理っすよ。あ、今年はなんと4つの0円 au の学割。ありがとうございます。野菜の力で野菜を美味しく。ソラドレ野菜丸ごとドレッシング。ソラドレ。今まで、4000件ぐらいの、お店を取材してきたんですが、絶対間違いないという結論が、やっぱりホテル、一流ホテル。超一流ホテルのレストラン。白トリュフってご存知いたしますか？いや、知らないです。あ、本当ですか？白トリュフはアルバあるですか？出たんですが、塩トリュフ、だいたいこれぐらい、一かけこれ10枚ぐらい。白トリュフが今すごいいいシーズンでして。あ、だから11月に、はい、旬です、今旬です。なるほど。今年は豊作です。あ、なるほどです。黒トリュフが1とすれば、白トリュフはその10倍ぐらいの芳醇な香りが、一度嗅いだら忘れられないですよね。はい、もうこれはもう地球上にある幸せを感じる食べ物の頂点にあるのはフットリフって言われてます。あの、いつの間に2人がかりで塩トリフの方がなって、塩トリフの料理も言ってない、黙ってられない、はい。で、その白トリフを、じゃあここに帰りはね、来れば、裏